シード君はお花は好きですか？ご自分で育てたりは？そうですか。私育てるのはちょっと苦手みたいで、何か方法はないのでしょうか？そんな誰かを巻き込むような。育てると決めたのは私ですから、このまま頑張ってみます。なるほど、その手がありました。素敵な状態で維持できる素晴らしい手法ですね。確かに良いうちに他の方に譲るのも一つの手かもしれません。シード君の柔軟な考え方には驚かされますね。